昭和49年5月11日、国鉄の大湊線 C11 蒸気機関車のさよなら運転の日です。野辺地駅での出発式ではテープカットが行われ、午後0時35分、およそ58キロ離れた大湊駅に向けて出発しました。沿線には C11 最後の雄姿を一目見ようとたくさんの人が待ち受けています。多い時は10両が配置されていた SL も車両の近代化とともにディーゼルと交代。この C11 は大湊線最後の SL となりました。列車には観光客や SL ファンおよそ150人が乗り込み、新緑と陸奥湾のコントラストが美しい下北半島を北上しました。大湊線を走る C11 が製造されたのは1941年。それから33年間、地元の利用者や観光客の足となり走り続けたその走行距離はおよそ135万キロ。地球のおよそ34周分を走り、その役目を終えました。